どうもボビーアトレーザーのボビーです。ねえー、今日は、えー、11月25日、ねえー、85回目のお配信となります。それではオープニングムービーをどうぞ どうも、モビアトレーザーのボビーです。ねえー <laughs> えー、いつもはですね、大、え、体、ー、たい、えー、お昼のお12時をねですね、メインっていうか、大、え、体、ー、たい、えー、それあの時間帯ですね、お昼休み。 ね、利用して配信してるんですけどもねえ今日はですね、えー、実は終日出かけてましてまあ合間合間でですね、えーえーまあ、実況配信みたいなのをね、えー、させていただこうかなと思いつつうこんな時間、えー、まあまあアトリエに戻ってきてですね <laughs>、えー、こんな時間になってしまいましたねなんかあ不思議な感じですね。えー まああの今もスマホをですねえ見てるんですけどもねえいつまでもスマホにえ配信の「なんかしてます」的なのあるけど何にも出てこないんでえなんか渋滞今日はですねえまあえ週日えですね昼間っていうかえちょっとねえ妹とですねだ前からちょっと約束してたんですねえちょっとこう紅葉を見に行こう。 とということですね、えー、ちょっとなんですかこの近くをですね回ってましたでねあのー、なんですかまあまあ平日ということもあったのとまああのー、まあ、エリアがですね、えー、ちょっと離れたっていうかまあもう何回も行っているところなんですけどね、えー、宇治の方にですね最近ちょっと宇治続いてますんでね、えー、宇治の方にちょっとおこうカメラもですね行ってきましてでー あのー、まあ,あのちょっと歩いてきたんですけどもあですね、あのー、日々、まあ、ここにアトリエにでね過ごしてたら何、まああのー、ですかこう変化っていうのも季節の変わり目っていうのもちょっと非常に分かりづらいところもあるんですけどね、えーまあ、今年なんかもう、まあ、そういう富士の方とか、まあ、京都の方ですね 行くとですね、なんかこう色づき方とかがやっぱこういくことにままああ肌感覚でああやっぱこう季節は移ろい行くんだなっていうのをですね、えー、やっぱあの肌でやっぱ感じますしあと今日はですねあの思ったことがあるんで,すんでねまあまああまあまちょっとレーザーの話よりもですねあの自分の記憶の話みたいにな,なんですけどもあのー 僕はですね、2 5五6年もっと前かにですね、あのー、京阪沿線という,う、まあ、京阪電車の、ね、沿線に、えー、住んでた頃ありまして、えー、今はね、まあ、阪急沿線で、まあ、こ,このまあ、まあ、ボビア・ドレーザーもそうですけども阪急沿線を、まあ、主に使ってるんですけども京阪沿線をね、えー 今日はですねあの京阪の京阪電車ですね途中から電車ですねあの、まあ、大阪の方に戻ってきたんですけどもあのー、よく夢の中でですねあのなんていうの、あのたどり着きたいのにたどり着けないっていう感じの夢を見たことみんなありませんかねあのそこに行きたいんやけど行かれへんような感じどここれっていうような、うん、まあ ちょっとそういう時間があってね、でまあ思ったよりも時間がか,かってですねまあまあこんな時間になっちゃったんですけども、まあ、まあまあ早,早うに、えーまあ、京都を後にしたんですけどもねあのー、与田屋橋っていう駅がありまして、まあ、京阪園電車の出、まあ、始発っていうかあまあメインで始発駅なんですけどね。 四代ああ橋っていうとこがあってま,あまあオフィス街っていうかまあ梅田っていうとこがあってそこの隣っていうかねうんなんですけどもまああのオフィス街どっちかがオフィス街っていうねちょっとこう大人な町ですね。 まあそこか北浜駅っていうのがありましてそ、まあ、ちょっと昭和レトロな感じのねなかなか、えーあのー、いいとこなんですね。まあ、僕はまあカメラ持って散歩するにはいいかなっていうような感じでまだ全然きて最近行ってなかったところなんですけども、えー、そこにですね、えーあのまあ、乗り換えをしようかなと思ってたんですけども全然知らない、えー、行けどいいけどあ,のあれここどこやっていうような名前も聞いたこともない。 え駅がこう続くわけなんですよあ駅って増えたんかなどこなんか各駅なんかなとか考えながらですね、えー、結局もう駅にですね自分が思い思っているようなねつかなくてまあもちろん、まあ、スマホとかでいろいろスマホあのこうね探せばええんでしょうけどもおじゃなしにですね、まあ、もう僕とかでほとんどおスマホはもう,もうこまあ,、えー、あ iPhone ですけどね ね、であのほとんどまああの言うほど普段ふ、まあ、こう出歩く時はほとんどもうしまい込んでる状態なんですねでなんかまあでまあ、電車乗ってる時も別にスマホ僕はあどっちかと,いうと見ない方なんであのどっちかと,いうとなんか喋ったりとかあなんかこう外を見たりとかね、うん、してる方なんでね本を大体本読むとかねうんでまああのー こここどこやったであのー、なもうなじみのがないんですねもう散々その当時は京阪沿線にで、えー、往復していろんなとこに行ってたんですけどもあれと思ってねで,でま,ま,ていうまあまあ平たく言えば新しい線ができてたんですよね。 執、まあ、着期がそこじゃなくの与太橋って駅が、まあ、頭のイメージにねもうその二十数年前の <laughs> 浦島太郎状態ですよ。でなってたのにこう行けなかったというか「どこ?」っていう中之島ってどこっていう中之島って中之島やんと思って「えー?」と思って「行き過ぎたやん」と思ってけど、まあ、最寄り駅にもないしと思ってで、まあ、途中からですね えー、なんとなくこう,こう電車から立ち上がってですね俺よくあの電車の中に路線図みたいなんてこうあるじゃないですかいろいろ増えてるしと思ってねあ,のあれやと思ってでまあ,あの僕は、まあ、あのこの下新庄のね心には境筋線っていうのを使うんですよねそこの地下鉄の境筋線のマークを見せてですねここあれと思って、まあ、とりあえず境筋線とは書いてるんですけど境筋線の駅名を書いてないんですよね。あれの けどまあとりあえずそこへ <laughs> 行けばいいかなと思ってね、えー、ねまあまあ行ってまあとりあえず上がってみたらなんとか分かるやろと思ってだからまああの北浜っていうのは、ね、駅上がるんですね、えー、ライオンライオンライオンがあるんですねあのどなんか三越のライオンみたいな感じですよのなんかええ感じのあうんのあうんのような丸で。 ああるわけですよ。まあ、そこにまあたどり着けたのでああと思ってまあちょっとこう帰れてこれたんですけどもねそんなふうにですねあのなんか時代知らないうちにこう何て言んですかなん言うか,ていうかこう時代が変化してるというかまあまあ ふだね,普段そのおね市内に出る機会が毎日、ね、出る機会がある方はあそんな前からそうやんって言われるかもしれないけどおなかなかですね、えー、もう刺激的なですね、えー、まあすごいだからしある種、えー、身近なところで、ね、刺激的な時間を、ね、過ごすことができましたね。うん、でまあ あのー、思い込みっていうのは、ね、非常に、えー、あれかなと思いますしなんかすごい、あのー、新鮮な気持ちにはなりましたね。うんまあ、なんていうの時間っていうのはゆっくり進んでるんなとっゆっくり進歩してるんやなっていうのもありますし、えー、あいろいろ、ねえーまあ、まあコメントはです、ね、これで読みたいんですけどもパソコンの方でちょっと見ますね。ああ勝也さんこんばんこばは ね、あのコメントありがとうございます。ね。あっものすごくありがとうえー。この「夜のボビーさんトークしっとりでいいですね。ね。なんかあね。なんかまあほとんどまあ今はちょっとノープランでね大体コンセプトを決めて大体、えー、こう今日はレザーのなんかについてとかいう多いんですけどもあ今日はですねあのまあまあ一応毎日配信僕これ惰性でやってるわけではないんですよね別にね。 あのー、なんかこう2020年の挑戦っていうかね、うん、そういう感じで、えー、やってましてまあ、まあ、まあこの配信が終わったらまたあのね制作の続きに、えー、入りますしあとはメールやらないやらね、えー、いろいろ、ね、あのこういう時に、ね、出かける時に限っていろいろこうね、えー、いろいろエネルギーなんかこうエモーショナルな感じにねあの時は流れてますんでね。 ま、うん、まああ、そういうういい感じを過、えー、ごうと,しようと思いますあ森津君ありがとう。北浜の三越なくなりました。そう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 。北浜の三越ないよね。もううん。今ね多分跡地がねな僕も,もう10年 <laughs> 近く前やったかな7年8年あのー、なんかこうシュッとしたビルがね建ってましたね。うん良い、えー、雰囲気の建築建物ですね。そうあの北浜 エリアはです、ね、あのー、昭和レトロというかモダンモダンなね、あのー、建築物がね非常に多くてですね、あのー、非常に風情を感じるっていうかあのなんか、えー、ありつもう本当にねあのなんかこれいいエリアなんですよねなんか渋いというか。 なんかこう、ダンディーなっていうかね。もう、まあ、北浜エリアはたまーにね、よく行ってるんですけどね。あのー、当時はそんなにカメラ持って散歩することもなかったんやけども。あの渋いエリアですね。関西ウォーカーに乗ってそうな <laughs>。いう、あの、ね、あの雑誌とかにね、特集されそうなね。えー、店が多いですよね。うん。あのー、そうや、そうやね。もう北浜やったら、こ、ね、ここの、お、なんですか。 えー、このアトリエ家でもね、えー、電車ですぐなんでそういえば北浜海隈もですね、えー、カメラあ持ってるね、えー、このカメラですよね,ねこの,、えーまあ、この今日はですねこの今このお届けしてるカメラとですねこの、まあ、どっちも富士のね 富士フ,フィルムのカメラなんですけども思ってですね、えー、パシャパシャ今日もね、えー、撮ってまいりましたえー、っとですねあれですよ北浜海沿いったらねやっぱあの建築物とかね撮れるんであの白黒の写真とかセピア色のーモードでね、えー、撮ると非常に、えー、風情のあるっていうか趣のあるなんていうかね、うん、そういうのが撮れるんじゃないですかねそこで なんかこうなんかうええ感じのねなんかこう誰かに、ね、こうモダンな、えー、大正モダンっていうかあちょっとねそういうふうな感じとかねあとなんかこう渋いバイク古い,古い旧車とかあ、ね、古いバイクとかねあなんかそういうライダースとかねあの羽織ってねなんかそういうので写真が、ね、撮れれば非常に面白いかなと思いますね。うん、あのー なんかあまあ基本的にはね、あのー えー、千里の万、ね、博、ね、公園の方が、まあ、僕はねあのこのセブンティーズな感じのその何て言う50年前ですけどもねあのこのエモーショナルなこの新しい息吹を感じるのが薄陽神好きなんでね、えー、いいんですけどもやっぱりこのね時代時代にというかその確証の高い北浜エリア 訪れるのも多いかなと思いますね特に何ですか土日とか祝日とか特に空いてますからねあの界隈はね多分夜とかも本当はあいいんでしょうね、うん、あの中之島界隈というかあの大阪の,、ね、あの中之島界隈はあは大人の町ですしエリアですしねあの散歩するにはね、うん ライ,ライトアップもされてましてね非常にね、えー、美しいところなんですね、うん、もしねあの大阪とかで夜ねあの市内に、えー、お泊まりね今だったらいろいろねあのキャンペーンとかあるやろうからね、うん、訪れる場合はあの中之島界隈をね、えー、カメラ持って。 散歩されるのもいいいかなと思いま,すあのまあ,あの都会の都会じゃ都会なんですけどもそ感じで,でもね、えー、すごい非常に落ち着いたアイデアな、ねうんでねおすすめですねまあまあ僕のぐらいのね <laughs> でやったらあのわっちゃわっちゃしてる方が好みの方はまあそ,ういうか、まあ、それはそれで僕も面白いです大体そういうとこも行く機会が僕の場合多い、えー、ジャンルなんでね。<laughs> ね、まあそんな感じでね、うん、まあそんな感じで、えー、今日はですね、えー、まあいろんなあ夜にまあまあことがあって、えー、夜にね、えー、配信してしまうということになりますけどまあこれもまあ,あたまにはねいいかもしれませんね。うん、まあ基本的にはあ僕はまあ夜うもうねこうしてあのとで同じように昼間も夜も同じように言いてますんでね。<laughs> あのお付き合いいただければなと思いますそれではまたあお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ